チャー慎吾です。今回ですね、こちらニトリの収納、なんか蓋がね別売りでこんな感じで外せる収納なんですけど、ここ蓋をつけるとこんな感じでパタパタ蓋をつくタイプのこんな収納をちょっと今回はリメイクしていきたいと思います。それで今回は塩ビパイプもちょっと使っていきたいと思います。これでねニトリの収納をリメイクしていきたいと思います。それじゃあねやっていきたいと思います。はい、それじゃあまずね塩ビパイプの加工からやっていきたいと思います。で今回ねこの収納を2つ重ねて、キャビネットみたいなね感じにしたいと思います。でねその枠にねちょっと塩ビパイプを使っていきたいと思います。で今回は内径が 16mm の塩ビパイプでやっていきたいと思います。じゃあねこんな感じでパーツで分けたのでこれを塗装していきたいと思います。で今回はアイアンペイントなんですけどアイアンブラウンを使っていきたいと思います。組み上がったので足の方をねつけていきたいと思います。今まだねこのチーズっていう継ぎ手がそのまま地面についている状態なんですけど、今回はこれクロームソケット、手すりなんかに使う用のソケットなんですけど、これの 19mm ですね。この 19mm っていうのが一応もう塗装してあるんですけど、こちらこれとこれが今回 16mm、 予備径が 16mm の継ぎ手、これがですね入るので、これをね足にしていきたいと思います。枠の方がね完成したので、今度はこっち収納ですね、これをやっていきたいと思います。これもねアイアンペイントで塗るんですけど、その前にねまずいろいろつけていきたいと思います。
それじゃあこの収納の方ですね、こちらもアイアンペイントで塗っていきたいと思います。でまた、こっちもアイアンブラウン、これで塗っていきたいと思います。はい、こんな感じで天板の方は OK です。そしたら最後にね、この辺にちょっと転写シールなんですけど、転写シールを貼っていきたいと思います。